って面白いですよ、ね、まああの <laughs>、まあ、日本の朝日新聞があ,あるから NHK と朝日新聞があるからかもしれませんそれでももともと日本人の性質かもしれませんが例えばアウン・サン・スー・チーさんですねこの人の、まあ、地球規模っつったら変なんですけど世界規模の評価っていうのは非常に低いんですけどまああのアウン・サン・スー・チーさんのお父さんはね建国の父として、まあ、大変立派な働きをしたんですが アンサン・スー・チーさん自身は、まあ、よく言われることですけども、まあ、ずっと小さい頃からイギリスに住み夫もイギリスで、まあ、亡くなったと思うんですけど、えー、まあ言ってみれば普通に考えたらイギリスがビルマ今ミャンマーって言ってますけどビルマを支配するための、まあ、スパイというか工作者ですよね。ですから、えー、まともな国民とはちょっと思えないんで、まあ、あのミャンマーの人たちもそういうふうに思ってる人多いし ま軍政なんかもそうなんですが、まあ、日本はですねなんかミャンマーの軍政が悪でアウン・サン・スー・チーがそれにあの戦ってる、まあ、人,人って女性っていう感じの報道がずっとされましたからね、まあ、朝日新聞と NHK の本当にこう罪ってうのは深いなと思うんですけど今アウン・サン・スー・チーさんが一番重きを置いてるのは中国共産党を支持するってことですからねこの人権を無視して。 チベットとかウイグルを占領している中国共産党が、まあ、彼女が一番支持してるんですからもうどうにもなんないんんいですよね、まあ、しかしこれはまあちょっとしたことなんですが実はあの最近ジェンダーっていうのがあのそのなんていうかなハイカラな女性ハイカラブル女性の間で流行ってて、まあ、だいぶ前からですけどももともと欧米はですねあのアメリカヨーロッパは女性の地位が低いんですよ。 あまりに低いので、レディーファーストっていうのがあってですね。まあ、僕なんかも、あの、電車の中で重い荷物を持ってる女性がいると、あ、ちょっとあげましょうかなんつって、ゆったりついしちゃうんですけども、そういう癖がつくぐらい、えー、女性にごまするんですよ。どうしかったら地位がものすごい低いんですよ。まあ、ちょっと前、今から50年ぐらい前、日本の男性は全部女性に働いたお金を全部渡したんですよね、奥さんに。ところが、欧米ではですね、その生活費を奥さんに渡すという。 奴隷的な扱いだったんですね。<laughs> 日本はあの2人で一緒に家庭を作るっていう一緒の財布っていう考え方ですが欧米はですねあのまあ聖書の影響もあってアダムのアばラモネから女性ができたんですからお前らはまあ奴隷だってな感じなんですね。<laughs> それをそのフランスかぶれとかそういう人たちが持ち込んだんですよ。それで日本ののの女性の地位が高かったのに 例えば戦前家父長制というのがあってこれは男が家父長だったんですけどこれはどういうことかっていうと男性しか絶対に徴兵しない女性は死ななくていい大切にするだからその代わりに男に過不調制っていうあの権利を与えたんですけどもそんなこと全然 <laughs> 触れないわけですよね。まあ、いずれにしても日本にジェンダーを持ち込んだことによってものすごく女性は大変になっちゃったんですよ。 もう本当に今かわいそうですよね僕見てて本当に女性かわいそうだと思うんですよ。女性バイタリティがあるし粘り強いしあんまり文句言わないんで我慢してるんですけどまあ子供をもを結婚はうまくいかないうまくいかないシステムを作っちゃいましたからね結婚はうまくいかないし結婚して子供を産んで、えー、生活費だけもらってっていうもうひどい状態なんですよね。だこれはもう 本当に日本にジェンダーっていうのを持ち込んだっていうことがですね、もう持ち込んだあの女性の指導者も深く反省してほしいと私なんか思うんですね。アウン・サン・スー・チーさんと同じですね、ものすごく大きなアウン・サン・スー・チーっていうと名前がちょっと早いからだと。ジェンダーっていうとですね、男女関係なんていうよりか全然いいということで、そういう間違ったことが行われるんですね。まあそれと同じことがヨーグルトですよ。あの私ね、本当にもうテレビなんか出てて、もう、 こう喉までででで出るんすすすねななんですかそれはっって言いたくなってですよだってですね栄養学の人ってねすぐヨーロッパアメリカの文献を参考にするんですよアメリカではヨーロッパではフランスではイギリスではとこう言うんですよ。だってね栄養学とか健康学こそが民族によって大きく違うんですよ食生活も全然違うんですね。例えばお酒典型的にはお酒出しましょうか。 お酒っていうのはですね、えー、日本人は世界で一番弱いんです。えっ、ー、と、生まれつきのちゃんとした、えー、分解酵素を持ってるのは。持ってない人四割、四十パーセントって言われてるんですよ。ところが、ヨーグルトをよく食べる地域はですね、ゼロパーセントなんですよ。<laughs> アルコールに、アルカロ分解酵素全員を持ってるんですね。つまり、昔からアルコール、アルコールをよく飲むし。アルコールよく飲む人は、もしかしたらヨーグルトがいいかもしれないんですよ。 腸内細菌とかなんか言いますけどね日本は昔からヨーグルトなんか絶対飲まないんですよだけどもちゃんとした非常に体力も強いんですね日本人ってのは昔非常に体力強いんですよそれは玄米だとか味噌だとかっていろいろ日本の栄養学としては研究されてますけれども私はですねやっぱりどの栄養でも辻つ褄つのあった栄養を取ってればいいんじゃないかと思ってるんですね例えば お米と魚っていうのは絶対に世界的にリンクしてるんですねそれから肉と麦っていうのもリンクしてるんですよそれでこの前あるテレビでですね私がもともと大陸の国は魚を嫌うって言ったんですよそしたらね中国の人が文句言ってたそれはね中国ではってはそれはそうなんだとだけど私の言ったのは中国の奥地でもそうだし海岸線は違いますよ海岸線はオーストラリアでもそうだし 内陸の国っていうのは、魚に対して特別な感情を持っていることが多いんですよ。よくあのタコなんか言われますよね。タコとかイカ絶対食べないとそういうばかりじゃないんですね。まあ、もちろん、あのギリシャみたいな海洋国家ですと、タコでもリングにして、えー、フライみたいにして食べる。日本と一緒なんですね。で、まあそういう風にこう食生活すんのは色々なんですよ。だからヨーグルトがね。日本人に効くかどうかって。それもヨーグルト飲むと頭が良くなるとか。なんかそんなこと言ったりするんでね。 でこのアウンサン・スー・チーさんがこの僕はねアウンサン・スー・チーとジェンダーとヨーグルトって非常に近いと思ってるんですよね。アウンサン・スー・チーはもちろん女性の指導者でありジェンダーは男女関係でありヨーグルトは栄養なんですけどもこの底に流れるのは全部ね白人コンプレックスなんですよ。アウンサン・スー・チーがねやっぱ名を成したのはやっぱり。 ノーベル平和賞なんですけどもノーベル平和賞っていうのはですねスウェーデンじゃなくてノルウェーなんですね本当にひどいんですよでまあ本当に政治的なこのあれでノーベル平和賞を出すわけですけど日本人ですとねノーベル平和賞取ったっていうだけでも本当に偉くなっちゃうんですよ。これジェンダーなんてもっとすごくてですねヨーロッパの方が女性の地位が低いにもかかわらずジェンダーというとみんなははーってひれ伏しちゃうんですよ。 ヨーグルトもそうなんですよ、ね、大体ね人間の体っていうのは1万年ぐらいかかるんですよ変,え変わるのに。1万年前の日本つったらですね弥生時代とか縄文時代とかそういうんですからねですからまあお米を中心として食べ、まあ、お米もやっとやっとっていうような感じなんですがほとんど動物は食べずに、まあ、植物でやってたんですね。 まああの江戸時代ぐらいになってもやっぱり基本的には大豆ですよね。海藻ですね。海藻っつうのはタンパク質随分、アミノ酸随分あるんですね。だ海藻とか大豆のアミノ酸を食べてたわけですよ。ですからもう全然形が違うんですね。それで遺伝子も何も、腸内の活動も全部できてるんですよ。今突然ヨーグルトを食べたからっつってね。もともとそんなヨーグルトの乳酸菌なんかない。 そういういのを使わない日本人の腸でそれをねそのヨーロッパの栄養学の方を持ってきちゃうんですよ論文をですねもう本当僕ね口もう喉とかえそれ本当に日本人でそれで大丈夫なんですかってだって米ぬかから取った薬でハイゼートってありますよね精神安定剤ですよ。あよく、あのー、精神が不安定になった時にね、あのー、こう不定収穫っていうかなんとなく気分があり気が塞ぐ。 不安感があるそういいった弱い精神障害ですねこういったのはハイゼットって薬が効くんですけどもガンマオキシタゾリンですね。だけどこれはあの米ぬかから取って薬として認められてるのは日本だけなんですよ。だからそれはね海洋国家であり雨がよく降り魚を食べ動物はほとんど食べず、まあ、動物食べてもいいんですけどね少しずつ動物増やした方がいいんですけど食べそして、えー、大豆を取り っていう中で植物のサラダななんか絶対食べない <laughs> あの植物の葉っぱは全部あの煮て絞って食べるっていうそれから漬物にして絞って食べるっていう風につゆは飲まないつゆ、えー、を飲む煮物にするのは大根とか人参っていう根のものですねそういうふうに体全体ができてるそれなのにアウンサン数値が出てきてジェンダーが出てきてヨーグルト出てくるんだからもうね少しは考えてくださいよって言いたくなってしまうんですねまあ えー、私は極端なことは嫌いで牛乳も非常に害があるんですけども全廃するよりかはねやっぱり時々牛乳やチーズやヨーグルトもいいとしかしそれは時々だとやっぱ80%が日本のもの20%が外のものっていうことで少しずつ少しずつ日本人の体を変えていくとよりいい体にしていくということは必要だと思いますね外国のものを食べたからいい体になるんじゃないですよ だけどいろんなものを食べることによってもっといい体になりますからそれを少しずつやっていくってことで、まあ、特に小さいお子さんを持たれるお母さんなんかも注意された方がいいんじゃないかと思って女性は損しましたね。もともと欧米はですねあのアメリカヨーロッパは女性の地位が低いんですよ。あまりに低いのでレディーファーストっていうのがあってですね、まあ、僕なんかあの電車の中で重い荷物を持ってる女性がいるとあちょっとあげましょうかなんつって。 ゆったりついしちゃうんですけどもそういう癖がつくぐらい、えー、女性にごまするんですよどうしようっしかっごい,低いんですよ。まあちょっと前今から50年ぐらい前日本の男性は全部女性に働いたお金を全部渡したんですよね奥さんにところが欧米ではですねその生活費を奥さんに渡すという、まあ、奴隷的な扱いだったんですね <laughs> 日本はあの2人で一緒に家庭を作るっていう一緒の財布っていう考え方ですが 欧米はですねあのまあ聖書の影響もあってアダムのアバラモネから女性ができたんですからお前らはまあ奴隷だってな感じなんですね。<laughs> それをそのフランスかぶれとかそういう人たちが持ち込んだんですよ。ほいで日本の女性の地位が高かったのに例えば戦前家父長制というのがあってこれ男が家父長だったんですけどこれはどういうことかっていうと男性しか絶対に徴兵しない女性は死ななくていい。 大切にするだからその代わりに男に家父長制っていうあの権利を与えたんですけどもそんなこと全然 <laughs> 触れないわけですよね。まあ、いずれにしても日本にジェンダーを持ち込んだことによってものすすごく女性は大変になっっちゃったんですよもう本当に今かわいそうですよね僕見てて本当に女性かわいそうだと思うんですよ。女性バイタリティがあるし粘り強いしあんまり文句言わないんで我慢してるんですけど。 まあ、子供を産結婚はうまくいかない、うまくいかないシステムを作っちゃいましたからね、結婚はうまくいかないし、結婚して子供を産んで、えー、生活費だけもらってっていう、もうひどい状態なんですよね。だからこれはもう、本当に日本にジェンダーっていうのを持ち込んだっていうことがですね、もう持ち込んだあの女性の指導者も深く反省してほしいと。 私なんんか思うんですねアウン・サン・スー・チーさんと同じですねものすごく大きなアウン・サン・スー・チーって言うと名前がちょっとハイカラだとジェンダーっていうとですね男女関係なんていうよりか全然いいということでそういう間違ったことが行われるんですねまあそれと同じことがヨーグルトですよあの私ね本当にもうテレビなんか出ててもう,こう喉まで出るんですね何ですかそれはって言いたくなってですよだってですね栄養学の人ってね すぐヨーロッパアメリカの文献を参考にするんですよアメリカではヨーロッパではフランスではイギリスではとこう言うんですよだってね栄養学とか健康学こそが民族によって大きく違うんですよ食生活も全然違うんですね例えばお酒全然いいということでそういう間違ったことが行われるんですねまあそれと同じことがヨーグルトですよあの私ね本当にもう テレビなんか出ててもうこう喉まで出るんですね。な何ですかそれはって言いたくなってですよ。だってですね栄養学の人ってねすぐヨーロッパアメリカの文献を参考にするんですよ。アメリカではヨーロッパではフランスではイギリスではとこう言うんですよ。だってね栄養学とか健康学こそが民族によって大きく違うんですよ。食生活も全然違うんですね。例えばお酒典型的にはお酒出しましょうか。 お酒っていうのはですね。え、日本人は世界で一番弱いんです。えっ、ー、と、生まれつきのちゃんとした、えー、分解酵素を持ってるのは。持ってない人、四割、四十パーセントって言われてるんですよ。ところが、ヨーグルトをよく食べる地域はですね、ゼロパーセントなんですよ。<laughs> アルコールに、アルカロ分解酵素全員を持っているんですね。つまり、昔からアルコール、アルコールをよく飲む。アルコールをよく飲む人は、もしかしたらヨーグルトがいいかもしれないんですよ。 腸内細菌とかなんか言いますけどね日本は昔からヨーグルトなんか絶対飲まないんですよだけどもちゃんとした非常に体力も強いんですね日本人のは昔非常に体力強いんですよそれは玄米だとか味噌だとかっていろいろその日本の栄養学としては研究されてますけれども私はですねやっぱりどの栄養でもついつまのあった栄養を取ってればいいんじゃないかと思ってるんですね例えば お米と魚っていうのは絶対に世界的にリンクしてるんですねそれから肉と麦っていうのもリンクしてるんですよそれでこの前あるテレビでですね私がもともと大陸の国は魚を嫌うって言ったんですよそしたらね中国の人が文句言ってたそれはね中国ではあってそれはそうなんだとだけど私の言ったのは中国の奥地でもそうだしじゃ海岸線は違いますよ海岸線はオーストラリアでもそうだし 内陸の国っていうのは、魚に対して特別な感情を持っていることが多いんですよ。よくあのタコなんか言われますよね。タコとかイカ絶対食べないとそういうばかりじゃないんですね。まあ、もちろん、あのギリシャみたいな海洋国家ですと、タコでもリングにして、えー、フライみたいにして食べる。日本と一緒なんですね。で、まあそういう風にこう食生活するのは色々なんですよ。だからヨーグルトがね。日本人に効くかどうかって。それもヨーグルト飲むと頭が良くなるとか。なんかそんなこと言ったりするんでね。 でこのアウンサー・スー・チーさんがこの僕は、ね、アウンサー・スー・チーとジェンダーとヨーグルトって非常に近いと思ってるんですよね。アウンサー・スー・チーはもちろん女性の指導者でありジェンダーは男女関係でありヨーグルトは栄養なんですけどもこの底に流れるのは全部ね白人コンプレックスなんですよ。アウンサー・スー・チーがねやっぱ名を成したのはやっぱり、えー、ノーベル平和賞全員を持ってるんですね。つまり昔からアルルコールって アルコールをよく飲む人はもしかしたらヨーグルトがいいかもしれないんですよ。腸内細菌とか何か言いますけどね。日本は昔からヨーグルトなんか絶対飲まないんですよ。だけどもちゃんとした非常に体力も強いんですね。日本人っていうのは昔非常に体力強いんですよ。それは玄米だとか味噌だとかっていろいろ日本の栄養学としては研究されてますけれども私はですね やっぱりどの栄養でも辻褄のあった栄養を取ってればいいんじゃないかと思ってるんですね例えばお米と魚っていうのは絶対に世界的にリンクしてるんですねそれから肉と麦っていうのもリンクしてるんですよそれでこの前あるテレビでですね私がもともと大陸の国は魚を嫌うって言ったんですよそしたらね中国の人が文句言ってたそれはね中国ではってのはそれはそうなんだとだ私の言ったのは中国の奥地でもそうだし 海岸線は違いますよ海岸線はオーストラリアでもそうだし内陸の国っていうのは魚に対して特別な感情を持ってることが多いんですよよ。くあのタコなんか言われますよねタコとかイカ絶対食べないとそういうばかりじゃないんですね。まあもちろんあのギリシャみたいな海洋国家ですとタコでもリングにしてフライみたいにして食べる日本と一緒なんですね。で、まあ そういうふういふにこう食生活するのは色々なんですよだからヨーグルトがね日本人に効くかどうかってそれもヨーグルト飲むと頭がよくなるとかなんかそんなこと言ったりするんでねそれでこのアウン・サン・スー・チーさんがこの僕はねアウン・サン・スー・チーとジェンダーとヨーグルトって非常に近いと思ってるんですよね。アウン・サン・スー・チーはもちろん女性の指導者でありジェンダーは男女関係でありヨーグルトは栄養なんですけどもこの底に流れるのは全部ね 白人コンプレックスなんですよアウンサー・スー・チがねやっぱ名を成したのはやっぱり、えー、ノーベル平和賞なんですけどもノーベル平和賞っていうのはですねスウェーデンじゃなくてノルウェーなんですね。本当にひどいんで,すよでまあ本当に政治的なこのあれでノーベル平和賞を出すわけですけど日本人ですとねノーベル平和賞を取ったっていうだけでも本当に偉くなっちゃうんですよ。ジェンダーなんてもっとすごくてですね ヨーロッパの方が女性の地位が低いにもかかわらずジェンダーというとみんなははーってひれ伏しちゃうんですよ。ヨーグルトもそうなんですよね。大体いいね人間の体っていうのは1万年ぐらいかかるんですよか変,変わるのに。1万年前の日本つったらですね弥生時代とか縄文時代とかそういうんですからね。ですから まあお米を中心として食べ、まあお米もやっとやっとっていうの感じなんですが、ほとんど動物は食べずに、まあ植物でやってたんですね。まああの、江戸時代ぐらいになってもやっぱり基本的には大豆。